ちゃこんにちは。さあ今日は巨人です、はい。まあ、今秋季練習やってますけども、秋季キャンプねえ、はい、これから頑張れよ。そうですね、本当にな。その巨人阿部監督、球界の慣習ぶっ壊す、はい、地獄の秋季宮崎キャンプ予告、はい、遅出の練習日導入へということで、阿部新監督になってからいろいろとまた新たに変わっていくところもありそうだなという記事が出てました。まあ、自分が監督になったらってい う、 こう理想像ってあるよね。はい。で理想の練習だとか、うん、理想の鍛え方、うん、で自分監督としての理想の像みたいな、はい、まあ、これは誰しも持つからな。まあ、そうですね。でまたそのなんていうの、新しいことに挑戦をしてみたいっていうのは悪いことではないと思うんだよね。うん、そうですよね。うん、まず一つ目がコンセプトはクタクタになるまでやるということで、猛練習をもう予告しています。で一方でキャンプでは異例といえる遅出練習日をテスト導入するなど、うん、まあ、前例にとらわれない形でもう安倍さん流俺らの時のことを言っちゃ申し訳ないけど、はい、クタクタどころじゃないんだ。もう立ち上がれない。違う、階段登らなかったから。足練習終わってもう足が笑っちゃって。いやいや本当よ。そんなにですか。いやそれで次の日も階段を降りるのに前から降りれないんだよ。どうやって降りるんですか。こけそうだから、こう後ろからこうやって。いや本当に後ろ向きで、後ろ向きで、いやそのぐらいやらされたという経験がある。でもまあそれがいいのか悪いのか別として、うん、はい、当然クタクタになるよね。まあそうですね。そもそもこの秋の練習、まあ、秋季キャンプっていうのは、はい、各球団どういうことを目標にやるんですか。球団によっては違うけど、まあシーズン通して課題だったものができたとしたら、チームの中でその課題を払拭していくとか、はい、弱点を取り除いていくとか、うん、個人とかだったら、はい、もう少しこうやったらもうちょっと打てるようになるとか、うん、まあ、守備の強化だとか、うん、まあ、それぞれやっぱり球団によっても違うし、監督としての考え方によっては違うよね。あ、例えばこの阿部さんの場合は、巨人はこの秋季キャンプどういうことをこうポイントに置いてやっていこうっていうふうに頭の中にあるんですか。まあ、レギュラーは坂本、うん、はい、岡本、うん、門脇、はい、この3人だって言われてるよね。あと、うん、のポジションが空いてるわけだよ、はい、だからまあ競争をしながら個々の成長を促すという、うん、まあ、そういうことに視点を当ててるんだと思うけどね、うん、だからまあそのためにはまあ相当な練習量が必要だよっていうような、はい、まあ、ことだろうけどね、うん、あとはその体内時計をぶっ壊すという司令官の号令のもと、うん、遅出練習日をテスト導入するということで、うんうん、まあ、引き続き早朝の練習早でもありつつも、中には遅出の練習日をテスト的に入れていくっていうふうに。まあそうだな、はい、まあ、いろいろやってみたらいいんじゃないの。どれがあるか。いやいや、これは、まあ、朝起きるのしんどい時あるじゃない、はい、俺は朝でなんかもうとんでもないと思ってたから。もうちょっと寝かせるよみたいなタイプだったから。、はい、その代わり、うん、目が覚めてから10時から夕方まで やるよって、うん、早く上がろうなんて思ってないよみたいな、はい、だからそういう感じだからね。だからまあいろんな時間帯に振り分けて、まあ、やらすっていうのは、うん、まあ、悪いことではないし、はい、それでチームがどういうふうに動いてるかっていうのを確認をし、10時からしっかり進めた方が効率は良くなるなとか、うん、選手の動きもいいし吸収力もあるなっていうふうに考えたら、朝やめればいいし、はい、うん、だからまあいろんなテストケースをあれしてね、うん、やろうとはしてると思うけどもね、うん、でそもそもその阿部新監督が毎日早くからやる意味があるのかなと思ってた時もあった。なので1日ぐらいその遅出があってもいい、プラスやっぱり通常のレギュラーシーズンになるとナイター、うん、なのでやっぱり生活リズムっていうことも、うん、その遅出の方が練習の方が合ってくるんじゃないかとか、あと睡眠時間をやっぱりより取った方がいいんじゃないかっていうのをおっしゃってるんですよね。まあ睡眠時間はね大切だし、うん、ただ寝ないやつは寝ないからね。いやいや本当によ。まあそうですね。だから寝ろって言ってはい寝ますって寝れないでしょ。うん、やっぱ自分がやっぱ睡魔に襲われて寝るっていうことぐらいしか、うん、だからまあそれはもうね、うん、個人の自由に任しときゃいいんじゃないの。大体俺は量もいらない、はい、ね、はい、そういうキャンプもやらなきゃいけない若手はたくさんいるよ、うん、たくさんいるけども、これはもう投げといて、うん、自覚のある人間がやっぱこう目を出してくる、うん、ね、競争に勝ち残ってくる、はい、そういうふうな自覚を持たせないとやらせてたんじゃダメだなっていうふうに最近思うようになってきた。
だから量も高い契約金で取ってくるから囲うというかさ、はい、管理するっていうことになってるけども、うん、これが逆に支度金程度しか払わなくていいってなってくると、で何人も取ってもいいっていうことになると、はい、あとは自覚で這い上がってくる人間がしっかりした考えを持ってるし強い人間だから、はい、そういう人たちがレギュラーになっていくのが理想は理想だよ。そうですね、まあ、這い上がっていってそこに勝ち抜いたものだけが最後残るっていう。そうだね、うん、だから、まあ、そういうことの方が俺は理想としてはいいと思うけどね。この秋季キャンプもそのやらされてるではなくて個々に自分には何が足りないのかっていうことで、はい、自分で積極的に動いてやっていった方が実のあるこの秋季になるっていう。秋は、はい、だからコーチは立ってるだけで、うん、ノック打ってくださいとか言うんだったらノック打つし、はい、バッティングちょっと見てくださいって言うんだったら見るしっていうような、うん、選手の要望に応える方がなんとなくいいような気がするな。そうですよね。ここで1回秋季キャンプでやっても結局1回また解散になってその春のキャンプまで、まあ、自主トレでもありますけどそこまで何もないわけなので結局はやっぱり自主性というか、うん、まあ自主性なんだよ、うん、結局ね。その方は12月からもう完全オフになるし、はい、で1月いっぱいまでね、この2ヶ月間をどう過ごすか、うん、まあここだと思うよ。で秋キャンプでいくらやったとしてもさ、はい、ああ終わった、そうそう、やっと休みになったって2ヶ月間どっぷり休んだら何の意味もないからね、はい、だからそういう意味では自覚っていうのが一番大切なことなのかなっていうふうには思うよね、うん、そのためのどうやればいいかっていうヒントを与えていく、うん、そういうことの方が大切かなっていうふうには思うよね。そうですよね。あと秋季キャンプはジャイアンツはベテラン勢っていうのは別にあれですか？いらないよ、うん、ですよね。坂本はもうマッサージ付けだよもうとにかくコンディショニング体を一回リセットしろと、はい、それでまた新たな筋肉をつけるように頑張ってくれと、うんうん、そうですね、まあ、それでいいよそんなもうバッティング今更バット振ったって、うん、もうね技術は確固たるものがあるから、はい、打てるから、うん、だから心配しなくていいよ。そうですね、うん、どのぐらいのレベルにいる選手たちが自主的にこう参加してこうやっていった方がいいんですかね。まあ秋広とかね、うん、まだ課題はたくさんバッティングの中にも隠されてるし、はい、守備という面でもねやっぱりレフトなのかファーストなのか、はい、まあファースト岡本っていうことになるともうポジション的には外野しかないから、うん、外野のその守備練習とか、うん、まあそういうことはすごく大切なことになってくるよね、はい、うん、だから門脇っていうのはもう守備はね、まあ、折り紙付きだし、うん、だからそのバッティング何番を打たすか、じゃあ2番を打たす、2番をお前の形だったらこういう風な形になってくれなきゃ困るって、うん、チームとして、はい、だからその形を教えてあげてそこには何の練習がいるかっていうのが明確になってくるじゃん、はい、だからそういうことをやっぱりしっかり出してあげるとかね。なるほど、ここのプランですよね。もうここの守備とか、いやもうここだから。そうですね。でもチームによっては本当にチームプレー、課題とすれば、まあ、例えば連携プレーがもう本当に悪かったとか、はい、党内連携が全くできてなかったとか、うん、そういうことであればもう集中してやることだよね、うん、やっぱチームプレーだから、うん、ここのプレーじゃないから、うんうん、だけどそれは春にやるっていうふうにもう決めてるんだったら、はい、もうここを伸ばしていくしかない、ね、そうですね、うん、だからいろいろやり方あるんだけどね、うんうん、豊さんの時代の時の秋季キャンプはもう本当にあの立てなくなるほど、立てるところじゃないよててもう昼ご飯だってきついから食べれないけど、それでも午後の練習が始まったら入ってるやついたから、ね、いやそのぐらいやらされたよ。そうなんです。でもそれがいいとは言わないけども、うん、はい、だけどそれに耐えられたということで、うん、精神的には強くなったかもな。あ、で体も鍛えられたっていうのも思ってるし、はい、だからこうシーズン通してある程度の成績を収められたっていうことは感じてるから、うん、無駄ではないんだけどね、まあ、基礎作りだったりその精神面でシーズン始まった時にってことですよね、うん、周期でやったことってやっぱり年末年始挟むと体を忘れていくもんですか？まあだけどね、うん、それを多少維持しなきゃいけないとか、まあ、そういうものがあったから週に3回から4回は5キロ走とか、はい、まあ、そういうことはやってたよね。あ、そうなんですね、うん、
で、まあ、必要なところの、まあ、ちょっとウエイトトレーニングとかは、うん、今ほどね科学的になんかいろんなものがあるっていう数値があるっていうもんではないし、うん、だからプロテインだって、はい、なんかまずいくそまずいのこんな飲めるかよみたいな今だったらバナナ味そうココア味みたいな美味しい、いくらでもおやつで飲んであげるみたいなそうですよね、まあ、そういうのがあるけど、うん、まあ時代は変わったからね、だから、うん、まあ、その猛練習がね必要なのかどうかっていうのは分からないけど、科学的にね数値が出てくるから、うん、でもやっぱある程度のことはやらないと精神的には強くならないだろうなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、でやっぱり巨人っていうとそのなんとか若手が育ってほしいっていうところの今時期なので、まあ新之助も多分その若手はね、うん、平等に見てるようだけども、やっぱこの選手この選手この選手ってスポットは当たってると思うんだよね、うん、その選手たちがこう伸びてくると、まあ、チームは強くなるしチームのバランスも良くなるという、うん、まあ、監督というのはレギュラーだけを見てるんじゃなくて、やっぱベンチ入りの選手のバランス、こういうことまで見てるから、少しでもあいつがね投球の技術が高くなったらなとか、まあそういうことでは見てると思う。だから個別なんだよね。そうです、課題も個別なんだよ。だから全体練習っていうのはまあちょっとでいいんだよね。だから個別で各コーチがついて鍛えていくというね、まあそういう方がチームのためにはなるよね。そうですね、あのね、本当に最近ではこの秋季キャンプだったり秋季練習がテレビ中継ずっとされてたりするので、春も中継そう 秋も中継すごい鼻くそいつおじくるんだみたいな選手コーチ、いやいや本当だよ本当そうですね、まあ、首もふーんできないってできないよな我慢してそうですよ、まあ、だから大変だけどさ、はい、まあ、それだけやっぱ注目度があるということでね、はい、まあ、頑張ってはほしいと思うけども、そうですよね、うん、ファンの方にとってはね秋もひいきのチームの練習見られるっていうのは、まあ、嬉しいでしょうけれどもね、あとねやっぱこうシーズンをこう乗り切ってきて、はい、秋の練習でやっぱ伸びるんだよ、本当に、うん、すごくねこれはね顕著に感じる。あ、そうなんですね、春のキャンプで伸びるっていうのはあんまり感じないんだけど、はい、秋のキャンプでああ良くなったなっていうのは出てくるよ。あ、そう。だから全然無駄ではないし、うん、それはもちろんね、はい、まあ無駄な練習なんてないし、うん、まあ、無駄って考えたらやらない方がいいしね、うん、だから秋っていうのは本当に伸びてくるよ。まあ、そういったところも、まあ、テレビ中継とかで、まあ、現地行かれる方はちょっと見られる方は見つつ、どういうね阿部新監督がどういう練習をしてるんだろうっていう楽しみ、まあ、そうだね、うん、だから今は、まあ、とにかく岡田監督じゃないけど、うん、やっぱ対話、はい、コミュニケーションがすごく大切だなっていうふうには思うね、うん、で一人一人のこう考え方とか、まあ、いろいろこう知っとくっていうのがね、うん、やっぱり一番大切かなっていうふうには思うけどね。そうですね、いよいよね新しい阿部新監督の下で、はい、ね、動き出したので、はい、はい、ちょっとね練習なども記事を見つつ、いやもう期待してますよ、はい、ね、期待したいです、頑張って。